おかえり。何してたのなんで玄関で座っているかってそんなことはいいでしょそれより何してたのかって聞いてんの。そっか、カラオケか。友達とふーん、そう。ああ、あんたさ、なんか食べたくない 姉さんがご馳走してあげようか。別にいいご飯食べてきたから大丈夫。ふーん。まあいいけどさ。ご飯食べてくるんだったら、お姉さんに一言かけなさいよ。えお父さんとお母さん言ってなかったっけ 二人ともデート行っちゃったんだよいつまでもお熱いことだよ。それで私が一人って感じ寂しいそんなこと思ってないし私ぐらいになったら友達とか呼べっしまあその友達全員が今日暇じゃなかったんだけど てか私お腹空いてるんだよ。一緒にコンビニ行かないさっきも言ったけど、お姉さんがおごってあげるよ。にゃん、バイト戦士なめんなって。こちとら毎月8万の労働者だぞ。あんたより稼いでるから、格がちげえのよ。たまにはおごらせなさいよ。学校でいろいろあんでしょ この頼れるお姉さんが手取り足取り夜渡りテクをレクチャーしてあげんよなんかキモい具体高校みたいなもんよ親高校的なまあまあまあ今日は私におごられときなってこういう時は姉に頼っとくもんようん感謝しときますよ ありがとうね。何も言ってないって。ほーら、行くよ。